といいもんね。全然撮って大丈夫ですからね。ありがとうございます。いいっすよ、なんか真剣な顔つきになってきました。初めて会ったメンバー、あーイメージは日本で一番選手たちがもう集まってるから、うん、それでいいぞ。え、なんかあえて、あ、こういう人なんだみたいな。あー、でもまだ全然話してないから、でも思ったイメージと一緒かな。これからもっと多分スクリームとか練習あると思うんですけど、楽しみですね。そうですね。クールビューティーサジェストでお願いします。はい、おはようございます。あ、おはようございます。え、俺ですか。はい、おはようございます。今日はそっち向けないですけど。あ、全然大丈夫です。え、これ何の動画ですか。これはあの裏側になります。うん、裏側。はい、ヒーロー撮影の裏側になります。だいぶヘアメイクは慣れてる感じ。そんな感じなんですね。まあでもそんな感じしますよ。今日9時間あるんですよね、撮影が。そうですね、結構あるんですね。夜までありますね。はい、合間にもインタビューがちょっとね、控えているんで、はい、その時もまた詳しくお話聞かせていただきたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。セスさんの復帰です。やめてたみたいな。寂しかったっすよ。カムバックで嬉しい。カムバックめっちゃ嬉しいっすよ。ちょっとチーム内で話題になりましたよ。え、本当に戻ってくるっていう。周りからはどんな感じで思われてますか。え、メンバー、はあ、いや、わかんない。あんまり話さないんだけど、どんな感じなんだろうね。会ったの初めて。会ったの初めて。後で聞いてみましょうよ。聞いてよ。え、カメラ回して。え、なんか僕が聞いたらどうするんですか。髪虫とか出てきちゃったら。それはそれで思うよ。鍵口出てたらすごいけどね。ここがさ、読みやすかった。 S さんってどんなイメージですか。襟足長め。襟足長め。触っていいですか。ヘアーかわいいな。ここがさ、今おいくつでしょ。僕20です。あ、20。じゃあもう、20。7歳差。7歳だね、ほぼ。小学校1年生から中学校1年生ですね。だいぶおじいっすね。だいぶおじいってことで、あれっすよ。あ、そうなんですよ。そうです。いや、おかしいでしょ。終わりました。最初、なんか聞いたとき、どうでしたか。どうだろう、うん、え、難しいな。今みたいな感じでした。って感じですね。今でもです。なんかふわふわしてます。同じかな、あの、今そんな時間ないです。お疲れ様です。お疲れ様です。変わってねえよ。恥ずかしい。この天下の娘さんも照れるんですね。一生悩めないですよ。なんかステージ上立ってる時とか、緊張はあんまないんですけど、はい、恥ずかしいですね。慣れないですか。全然ないです。顔見られるのめっちゃステージ上なんかコンプレックスなんです。へー、そんなにイケメンなの。うん、めっちゃ稀に顔出し配信してる身ではあるんですけど、いつも。なんかその直で見られる方が、なんか嫌なんですよ。人目が多分苦手で。まだそんな、特に DFM の人と
めっちゃ仲いいわけではまだシアルのメンバーと比べてないんで、まだ話しづらいですね。シアルのメンバー以外ととは。これから時間かけてですね。そうですね、アイスブレイク僕も多分ついていくんでぜひ一緒にサムゲプサル食べましょう。お願いします。はい、今日はぜひ一日頑張ってください。お願いします。お願いします。頑張ります。いいね。どこで？
回プレーバック見てもらいたいので、堂々としてる入り方がすごいのそのそしててすごいゆっくり入ってって T シャツちょっと肩とかも触ってみたいです、はい、で、ポーズはい、いいっすね。お願いいたします。ちょっと足開く、ね、でこういう立ち方しないで、重心一番 NG になる。今、今日、足立てくれるから振り上げます。はい、で、投げます。はい、で、下がります。はい、いいよ。はい、カット。いいよ。今のいいよ。めっちゃいいよ。そうだ、やっぱ回数やってるとこなれるね。そうそうな。練習球種早い。やっぱ練習ってすごい重要だよ。ゲームと一緒だよ。スクリームの吸い込みが大事だよ。やった分だけやっぱ。俺かっこいいよ。すごいやっぱ味出てきた。
はい、ありがとうございます。早いっすね。このいけすかないな。早いね。だいぶ巻きっすね。おい。どうでした？まあこの現場あったかくて皆さんモチベーションも上げてくれて撮りやすい環境で撮らさせていただいて表情豊かに今回はやれたかなと思います。ありがとうございました。黒現場だったの。ということで今日も見てくれてありがとうございました。ポポネスチャンネル以上でお終了です。ありがとうございます。どけ消えろ。DFM に入って成し遂げたいことをちょっとお願いします。成し遂げたいことはそうですね、最終的にはチャンピオンズ出ていい結果残せたらいいなと思ってるんですけど、まあその前に一旦マスターズ出ていい結果残せるよう頑張るのと、自分が初めてリーグで戦うんで、まあ、そこでもチームの結果はもちろんなんですけど、なんか自分の存在感をそこで発揮できればいいかなと思ってます。目指すところは優勝。もちろんです、優勝です。ありがとうございます。ありがとうございます。 CR ファンの方たちに対して、まあ、ちょっと一言お願いします。そうですね、チーム名は変わっても CR の分も DFM の分も、背負って頑張っていきたいと思いますな。だそうです。 DFM に入って成し遂げたいことってありますか？T1 を倒したいですね。リーグを勝ち進む上で T1 を倒したいですね。 T1 を倒すところまでリーグで勝ち進み目指すところは優勝。 T1 を倒して優勝して。な。うん。頑張れ。CR のファンの方に、多分 DFM を存在を知らない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。CR の方々に DFM、まあ、こういうチームだよというか何か一言いただければと。やっぱりこう格式高いチームに入れていただいたんで、社会常識にのっとった人間になりつつ、やっぱりモラルとマナーを今まで以上に尊重して一人前の立派な人間になるんで、応援よろしくお願いします。な、頑張ろうな。まあ DFM が新しくなって何しとけたいこと。まあしたいことは、やっぱそのポリチックでちょっと成績を出したいことが一番かな。それでもマスターズまでは絶対いけるようにすることが僕はなんかしたいことですよ。サネストさんのファンに向けて今のチームで、まあ、できることだったりやれることたくさんあると思うんですけど、特にこれを頑張るっていうことをファンに向けて一言お願いします。はい、ファンの皆様いつも応援ありがとうございます。
今までちょっと DFM はちょっと弱いところだけ見せてあげたんで、新しい DFM は、まあ、負けてもそんなにボコボコにされないように頑張ってずっと勝ちます。応援してるファンの皆様ありがとうございます。いつも頑張ります。ファイティング。 DFM に入って何を成し遂げたいですか？何を成し遂げたい、なんか深い質問しますね。なんだろう、まあチャンピオンズに行くのが今一番の目標ですね今は。はい。その後は？その後その後はやっぱ優勝じゃないですか。優勝。はい。今、まあ、あの DFM のコーチと多分対面されたと思うんですけど、うん、その、メイサー視点の DFM のコーチって、はい、どんな感じですか？まあフレンドリーで、まあ試合のこともめちゃめちゃ相談しやすいし、そのプライベートの会話もめちゃめちゃ楽しくできてるんで、いい感じです。いい感じ。じゃあなんか選手としての将来像みたいなのってあるんですか？選手としての将来像、なんだろうな、まあ、一番いい意味で目立つプレイヤーになりたいですね。 DFM バロラントで注目してほしいポイントってどこですか？注目してほしいなポイント、なんかどのぐらい強くなれるかじゃないかな。まあ、前の DFM よりやっぱ絶対強くなれるもみんな知ってると思うんですけど、どのぐらい強くなれるかなと思ってほしい。まあこれが注目のポイントかなと思うんですけど。 DFM を知らないファンの人たちもいると思うんですけど、はいはい、まあ僕から見て DFM は、こういう風なこういうチームなんだよみたいな。まあ結構今シアルとちょっと結構注目もらえると思うんですけど、まあまあ最初はそんなに、まあ、まあ絶対さ、もう絶対正直ちょっと心配してると思うんですけど、まあ多分どんどん僕たちがどのぐらい強くなれるかわからないんで、まあスキルも、まあ今までスキルもやったの結果もそうだし、結構どんどん直されることも、まあ、本当に多いし、まあ絶対強くなれるなと思いますね。こう結構自信はあるですね。でもう任せてください感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。